ブルドックソース株式会社は東京都中央区に本社を置く調味料メーカーである。社名の英語表記はブルドックであるが日本語はブルドックではなくブルドックが正しい。これは創業者が命名時に濁音が続く語感を避けるためあえて使い分けたものである。家庭用、業務用のソース、その他調味料の製造販売をしている。取扱品目はトンカツ、お好み焼き、 ソース焼きそばなどに利用される、ウスターソースや濃縮ソースをはじめ、ドレッシング等の用途別ソース類のほか、和風スパゲティ素材、マゼリアンセシリーズ、発芽玄米など、2005年にはイカリソースのブランドを取得し、関西地方の市場を強化した。ブルドックソースのブルドックは、1900年頃の日本で外来犬のブルドックがペットとして流行しており、養殖も外来ゆえ、 ブルドッグのように可愛がってもらいたいとの意味から採用された。現在も会社のシンボルマークにブルドッグ犬のイラストが使われている。2007年に米国投資ファンドのスティールパートナーズがブルドッグソースに対して敵対的 TOB を発表したいわゆるブルドッグソース事件でも知られる。買収への対抗策としてブルドッグソースは日本初となる。 ポイズンピルと呼ばれる買収防衛策を実施した。スティールパートナーズも対抗し法廷闘争にもつれ込んだが、最終的に最高裁で、ブルドックソースが勝利を収めた。ありがとうございます。